平成24年5月12日から15日に長崎県島原半島ジオパークで開催された第5回ジオパーク国際ユネスコ会議に阿蘇ジオパークから佐藤市長をはじめジオガイドなど約80人が参加し発表や展示を行いました期間中は阿蘇ジオパークの取り組みを世界に発信するとともに 世界各国のジオパークとの交流を深めることができました今年の夏にはいよいよ日本ジオパーク委員会による現地審査が行われ世界ジオパーク加入を目指します